今日はですね、とある商品の紹介をやっていきたいなと思います。最近ですね、なんかいろんな YouTuber の方とかがなんかレビューしてる CM を見たりとか、その動画にされたりしてるんでね、僕も興味があったんで購入してみました。それがですね、アイスダンディですね。これ何かと言いますとですね、脱毛器ですね。はい、やっぱり僕自身も脱毛してたりとかするんですけど、やっぱりね、結構費用がかかったりとかするじゃないですか。そしたらまあ家庭用の脱毛器でね、収まるんだったらそっちの方がいいかなと思ったんで、購入しました。はい、それでは開けてみます。おお、見てください、なんかえらいゴージャスな感じですよね。これなんかちゃんとした箱に金のアイスダンディが出てきましたね。でまあチラッと見たんですけど、なんかどうやらね、カートリッジみたいなのが3種類部位によって使い分けられるみたいなんですけどね、まあ入ってましたね。こんな感じですね。でこれがシェーバーで、まあ、これがメガネですね、保護ので、これに、まあ、説明書と保証書っていうのがねついてます。単発照射モードと連発照射モード、単発が部分用、連発が広範囲用で、クールダウンモードケア用っていう3種類がですねちょっとあるみたいで、週に1から2回ご使用いただくことにより、約1ヶ月から1ヶ月半後には無駄毛の変化が感じられてくると思いますとのことだそうです。だからまあ大体1ヶ月半、まあ2ヶ月あったらちょっと効果が効き出すのかなというふうにね、な印象を受けますね。で先端につけるやつですね、このオレンジのやつが、指とか口元用繊細な部位、この赤いやつが、柔らかい肌の部分ですね、スキンケア用、緑が、脇ビキニラインの敏感な部位とのことですね。これもちょっとびっくりしたんですけどね、これなんかこうやってマグネットみたいになってね、磁石でくっつくみたいですね。まあ、あ、こうやって磁石でくっつくみたいですね。では実際にね、使用していきたいなと思います。はい、ではですね、実際にアイスダンディを使用していきたいなと思います。ちょっとね、あっちの部屋にはそのペットとかいたりするんで、光とか良くないと思ったんで移動しました。ではね、こんな風になって、なってますね。なんできっと、これ電源つけるかな、まあ、電源ついてるんですかね、これよくわかんないですけど、まあ、プラス、長押ししたらこうやって電源がつきました。この電源ボタンをですね、でプラスで L2345、 ちょっと反転してますけどすみませんね。で多分おそらくですね、これ5段階ですね、5がマックスです。なんでちょっと腕なんで柔らかい部位だと思うんで、赤いやつですね、赤いやつで、照射していきたいなと思います。じゃあちょっと僕もサングラスつけて、こうですね、ターミネーターみたいですね、やっていきたいなと思います。これ全然なんか痛くないですね、なんかひんやりする感じで、なんか気持ちちょっと冷たいですかね。なんか僕が持ってた家庭用脱毛器に比べるとそんなに熱こもらない感じですかね、まあ、これレベル5のマックスでやってて、まあ、そう多少、ね、痛くないんで、まあ問題ないかなというふうに思います。はい、まあやってみて、どうなんですかね、まあそんなに熱くなかったし、まあこれでちょっと効果があるんだったらいいかなというふうには思います。
まあ、またどこかの動画でですね、2ヶ月ぐらい経った後に変化見られましたよみたいなのをね、どこの動画に挟めたらいいかなと思います。ではですね、本日は、アイスダンディの動画でした。バイバーイ。キヌガサカナトです。バーティカルシアターアプリスマッシュにて現在配信中のスマホラーの中の一つの作品続くというドラマに主演の水木雅也役で出演しております。ぜひご覧ください。